この、こっからの。あの下の方になんか小さくはちょっと探しです。楊貴妃ね。今日は妙義山の桜の里に向かっていますよ。桜の里は桜祭りが15日に開催されるそうなんですが、その1週間前の日曜日になります。桜の予報を見ると満開ということなんですが、あ、そうですか。売店だけ利用しに来てる人だったさあ、だいぶ散っちゃってるな。いいのかい。これそのパッチのビルがあった。あったね。ここまでの所要時間が1時間59分食べられた。しかもそんな寒くない。まずは案内所に行ってみよう。桜の里マップ発見。現在地はここだから、ここから下に下ってって、あ、思い出した思い出した。あの下の方になんか桜ちょっと残ってるんじゃない？ほら。あ、そうそう、展望台を目指さないといけないよな。今そこだ。だから、だからここから下に一回降りてって、で、この辺、園地を全部回って、で、こうやって帰ってくるっていう、そういうルートで行かないか？いいな。妙義山と桜だな。それを狙っていい、いい桜ちょっと探して歩くような感じだな。こんな感じで桜と妙義山を撮れればいいんだな。よし、これ楊貴妃です。楊貴妃ね、まだこれからだね。つぼみがあるからね。ソメイヨシノがもう終わってるそうです。昨日の雨でなんかもう散っちゃったっていう話でした。残念。これが散っちゃったソメイヨシノだね。あともう一個だったね。昨日までまだ花つけてたんだね。よし、じゃあこれから園地を一番下まで下って、そして
向こうの第一駐車場に向けて上がってきましょう。はいはい、一本杉園地まで、100メートルだそうです。あ、一つ一つに名前がちゃんとついてんだね。これ寒山だって。寒山まだだ、寒山まだだ、寒山まだです。ワンコがいっぱい来てるんだな。おお、あ、ここなんとか園地なんじゃない、もう100メートル以上来てるよね。あ、でもここか、うん、はい、雪柳です。はい、こちらは小福桜です。小福桜、あ、ちっちゃいね、花こんな感じ。一本杉園地到着。一本杉が立ってました。おお、じゃあ下まで行って、おお、そこの下の園地ってところが確かすごかったんじゃない。あ、違う、ここだ、ここはすごかったんだ。うん。そう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 。うん、そうだね。一の沢園地だね、次ね。ソメイヨシノはもう終わってんだよな。一本沢園地。すごいね、整備されてるからしてて歩きやすいし楽しいね、これ。おお、あそこいっぱい咲いてるね。まだあるね、残ってるね。あれが下の園地だな。よし、あそこまで行くぞ。先週じゃないんだよね。今週、昨日散ったって言ってるような話だから。うん、だって木曜日にもう満開だって言ってたんだよ。あれが当てにならないのか。ああ。あ、そっか。こっちか。うん。一の沢園地に着きました。咲いてれば妙義山も見えるし最高だね。うん、あ、でもこれから咲くんだね。これ寒山でしょ。これ寒山綺麗だね、これからね。いっぱい残ってるね。はい。あ、寒いに山じゃないんだ。そうだな。前回多分撮ってるんだよ。
よし、展望台行こう。大木戸展望台、本木戸展望台か。展望台まだですけど到着したということで、はい、よし、じゃああそこ目指していくよ。下の園地に向けて爆心中です。じゃあここの東屋ってはこれトイレだな。あ、東屋あった、ここいいね、休憩しよう。正解になっちゃったね。やっぱ妙義山がつないとね。中央園地いっぱい人いる。ここだったな、ここに車止めるべきだったなって前回も言ってたな。よし、じゃあステージ行ってみようか。うん、ここいいな。ステージですよ。この上が一番すごいことになってるはず。今もここではないみたいなので今上の園地に向かってます。上の園地まで徒歩4分。さあ、じゃあ駐車場まで戻ろう。はい、駐車場に帰ってきましたよ。お、2時間で帰ってきました。一周終了。じゃあこっからもう一回車で中野園地まで行ってみます。情報公式のコンテンツとかじゃなくて誰かの情報。あ、桜の情報ページ。桜の気持ち違う、やつなんだけど、まあ、みたいなもん。おまけじゃなくなったよ。あと中央園地Thank you.
チキンステーキだよね。いや俺じゃあそしたらハンバーグにする。うんうん、俺もハンバーグあげる。あ、俺もやっぱりハンバーグでいこうかな。うん、うん、チキンステーキ1500円だ。うん、それいこうかな。うん、ホイップも気兼ねなく喋ってない。そうだね、相手は広いやつ、うん、テラスでなりました。こっち座る。あ、いいよいいよ。さあこれで僕はハンバーグ定食で、妻はチキンステーキになりました。出てくるの待ちです。はい、テラス席になりました。はい、先にサラダとスープがやってきました。さあステーキ間もなく来ますよ。うん、レモンのドレッシング美味しいね。それ何？牛？これは牛だね。あ、いいんじゃない、ハンバーグ牛の。牛だね。じゃあ私鳥で来るかな。鳥で来るかね。はい、何ですか？うん、美味しそうだね。すごいすごい。レストランゴアチスさんでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そうだね、美味しかったね。おしゃれご飯だったね。